今伺ったんですが、はい、なんかその林業人会で、はい、入って一番こう印象に残ったこと気づいたことっていうことですと、はい、たまたま今日聞いたね、そうそう滝泉会長の東京林業人会の、はい、非常に良かったと、めちゃめちゃ良かったです。ああ、それはですね、はい、とても嬉しいことだと思うんですけどね、これ滝泉会長聞いたら、はい、どういう、まずは、はい、やっぱり、まあ、東京にはちょこちょこ伺ってますけども、やっぱり東京の知り合いに会いに来るというか、仕事でそこの場の知ってる人しかお会いしないんですけれども、やっぱり倫理というつながりの中で全然違う単会に突然今日アポなしで参加させていただいたにもかかわらず、もうとてもウェルカム状態で、迎えてくださったことにすっごい感激しました。あ、素晴らしい。なのでやっぱり、あ、倫理っていうつながりって本当に素敵だなっていうのを改めて今日感じたところです。なるほどね。はい、はい、でやっぱり朝早いし、ちょっと知らないところだし、ちょっと途中、間に合わないかもと思って、諦めかけてたんですけど、7時っていうのを改めて知った時に、あ、間に合う間に合うって言って参加させていただいたら、それも東京の会長である竹泉先生のお話ということで、また中身がすっごい面白くて、それでためになってすぐ実践できるお話にとても本当に良かったなっていうのが今回の感想です。特に今日一つね、例えば自分の友達に伝えたいなって思うことがあるとしたら、どんなことをお伝えしたいですか、今日聞いた話の中で。やっぱり、もういくつもあったんですけど、やっぱりついてるって、いろんな方がついてるっていうことを言ったらいいよって言われたんですけど、やっぱりそれの体験談を具体的にお話しくださったっていう部分では、あ、やっぱりするとちゃんと結果が出るんだ、ね、そうですね、っていうのがありますし、基本あとは私自身はそんなに敵を作らない人間だとは思ってるんですけど、やっぱり苦手な方が中にはいらっしゃって、ついやっぱり苦手な方に対しての態度がまずいなって思うことが、反省することがあったんですけど、やっぱりそこを嫌いな人ほどハグをしなさいとおっしゃったのが、あ、やっぱり、まあ、形からでもいいから、入ることが大切なのかなっていうことを学ばせていただきました。そうですか、わかりました、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。